はい、いつもお世話になります。トライジャのボスです。今日は、ずらずらずらとハンニャバーが、出来上がってきてます。たくさんご依頼いただいてありがとうございます。いろいろね、細かくちょっと開発の方をやってます。で、このハンニャバーも、新しいそのブレイクアウトだけじゃなくて、あのファットボーイとかのサイズにも合うように、若干こう変更していってるんで、今の一家4分の1のハンドルクランプのものであればほとんどのものが対応できると思います。で、これが14インチで、これが16インチで、こちらにあるのが14インチのナローと14インチ、これは14インチかな、ごめんなさい、よいしょ、16インチのワイドかな、ワイドです。で、今回、ちょっと2本だけ前に作った分なんですが、これ分かります？ダイレクトに、そのダイレクトマウント、要するにクランプを、ハンドルクランプ を外して、もう直接、トリプルツリーの上に付けれるタイプの、ハンニャバー、これ2本だけね、前にちょっと作ったものをもう販売しようと思います。もうこの現品限りです。この日本で、もうこのタイプは作りません。クランプがない分こう形が決まってしまうので、まあ、お客様によってこうどういったかな、若干調整できるようにと思ってこのクランプ型をしたんですが、実際は見える見え方からしたら、このダイレクトにこうトリプルツリーからこうハンニャバーがこんな感じかな、トリプルツリーがあったらこういった形でつく、ダイレクトにつく。そのためにちょっとこれ開発したんですけど、ハンニャバーっていうの、ここがほら隙間が、よいしょ、ここの隙間がこう細く立ち上がるっていうのが、かっこいいと思って、一番最初ハンニャバーはこれで売り出そうと思ってたんで作ったんです。でも結局クランプ式に変えたので、この最初に作ったこの2本だけは販売しません。で、現品限りです。これもね、意外によくこう言われることがあるので、個人的にはこの細くこうやって立ち上がるこれが好きで作ったので、かっこいいと思います。よければ、14インチのタイプと16インチのタイプと、16インチはメッキだけね、で14インチは黒だけ、今あります。ご希望の方は、メールください。こんな形かな。だから、僕らが今販売してるこれが14インチのナローか、ナローと比べても同じ14インチでも、よいしょ、ほら、こんなにサイズが違います。だから同じ高さなんですが、ほら、手元がね、同じなんですけども、真ん中がこんなに細く見えます。16インチもやっておきましょうか。16インチやけど、いいよ、同じ16インチやけどこんなに幅が違います。だからチョロスタイルとか、こう細い、こう細く上がりたい方の形には、これが、このダイレクトのマウントが一番細くてかっこよく見えると思います。こうやって合わせたら分かりやすいかな。現品限りです。ご連絡お待ち申し上げております。いつも応援ありがとうございます。